本プロレス94新春ジャイアントシリーズ開幕戦、新春恒例100万円争奪ヘビー級バトルロイヤルです。東京後楽園ホール。93年は小橋健太、そして92年は田上明がこの新春恒例バトルロイヤルを制しています。その後の大躍進の一つのきっかけとなりました。全16人の選手によって行われます。日本人選手はジャイアント馬場、三沢光晴、川田俊也、田上明、小橋健太、ラッシャー木村、永元遥、秋山純、泉田龍角、本田多門、ジャイアント馬場の姿が見えます。そして一方、外国人選手、スター・ハンセン、ジョニー・エース、アブドー・ラザ・ブッチャー、ジャイアント・キバラ、クリス、そしてマークのヤングブラッド兄弟です。まずは日本人選手が入場してまいりました。川田俊明、五冠の三沢です。日本人選手は総勢10名。さあ、そして一方、外国人選手は6名です。先ほどセミメインイベントを戦いました、サン・ハンセン、汗びっしょりで入場です。きらめく16個の宝石が今リング上で一堂に会しました。ただいま入った情報によりますと、コステロ選手もこのバトルロイヤルに参加しまして、総勢17名の選手で争われることになります。今ゴングが鳴りました。新春恒例100万円争奪ヘビー級バトルロイヤル。さあ、ジャイアント馬場、そしてマーク・ヤング・ブラッド、入り乱れておりますリング上、17名の選手。五冠王の三沢はどこでしょうか。三沢はニュートラルコーナーあたり、じっくりと戦況を見守っております。そしてこのバトルロイヤルと申しますと、なんといっても永元遥の活躍、こちらも注目されます。さあ、五冠王の三沢、ヤングブラッドが突っかけていきました。このバトルロイヤル、仰向けになったらイエローシグナル、その瞬間に大勢の選手がカバーに当たります。さあ、こちらでは馬場とハンセンが組みまして、永元を仕留めに行ったんですが、さすがはバトルロイヤル王者永元遥か、スルスルっと抜け出しました。まだ誰もコールはされていません。さあ、リング上、ゆっくりとしたスローなスタートになっております。アーサー、リング上危ない、クリス・ヤング・ブラッド、クリス・ヤング・ブラッドがまずカウント3奪われ退場となっております。さあ、リング上、小橋と川田がチョップ合戦、リング中央、小橋川田、すごいぞ。さあ、リング中央、あとパワーボの体勢、昨年のこのバトルロイヤルの走り、おーと、カウンター、2人とも危ない、川田が危ない、川田俊明退場。さあ、そして田上、三沢、リング中央、ブレインバスター、三沢が向けた、三沢が危ない、田上も危ない、両方危ない、カウント3、田上明、そして五冠王の三沢光晴も退場となりました。さあ、三沢光晴退場です。ゆっくりとした試合展開、あっと永元遥の背中が見えます。バトルロイヤル王者永元遥、じっくりと戦況を見守っております。先ほどセミメインイベントで熱い戦いを広げましたハンセンと小橋健太、ぶつかり合っています。両者とも上半身汗びっしょり、マークが危ない、マーク・ヤング・ブラッド、カウント2、5人から6人の選手が仰向けになったその瞬間に一斉に覆いかぶさります。
ヤングブラッド兄弟はマーク、そしてクリス、2人とも姿を消しております。さあ中央コステロに覆いかぶさります。外国人選手はこれで 1,2,3,4 人が残っていることになります。スタンハンセン、ジョニーエース、アウドーラザブッチャー、そしてジャイアントキマラの4人。さあジャイアントババは、ジャイアントババはラッシャー木村をかくまいました。外国人選手は全部で今のところ7名、ビッグジョンノートも残っておりました。さあリング上、そのノードが今カウント3奪われました。これで外国人選手は4人。さあ大森隆夫がニュートラルコーナー、小橋健太、大森隆夫、2人がかりでジョニーエースを葬り去ろうというところです。逆水平入りました。さあチョップ合戦、そして青コーナーではハンセンとブッチャー、ハンセンとブッチャー、サーリン中央、小橋が危ない、昨年の覇者小橋健太、小橋健太ここで退場です。カウント3奪われました。日本人選手は6人、そして外国人選手3人となっております。おっとラリアット、ハンセンのラリアット、泉田もここで消えました。ラッシャーが仰向けだ、ラッシャーが仰向け、そこにキマーラが肉弾を落としていきました。4人で固めます。ラッシャー木村もここで退場。さあここで今残っているのはジャイアント馬場、永遠遥もいます、秋山純もいます、本田多門もいます、そしてハンセン、ブッチャー、木村、大森もいます。9人の選手が今この時点残っています。さあ永遠遥がジャイアント馬場にこっちに来いというジェスチャーを見せました。ブッチャー、木村コンビが、さあおっと、いやこれは罠でした。ブッチャー木村コンビの罠、かけていきました。ブッチャー木村、そして永遠が果敢にも反戦に一人で突っかけていきました。さあその永遠が危ない、反戦のラリアット、これでは永遠もいたたまりもありません。48歳年男の永遠遥、さあ赤いショートダイスはこれは本田多門でしょうか。本田多門もここで消えました。永遠遥2年連続ベスト4まで残ったんですが、年男の今年はここで消え去っています。さあリング上総勢 1,2,3,4,5,6 名、6名の選手、外国人選手スタンハンセン、アブドーラザブッチャー、ジャイアントキマラ、そして日本人選手はジャイアントババ、秋山君、そして大森隆夫、昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦を戦ったババとハンセンがどうやら手を組みそうです。ハンセンは大森、そしてブッチャーは秋山に突っかかっていきました。そしてブッチャーとババの因縁の対決でしょうか。さあ大森が危ない、大森隆夫ここで消えます。日本人選手ジャイアントババ、秋山純もいます、そして外国人選手スタンハンセン、アブドラザブッチャー、ジャイアントキマラ、100万円を手にするのはこの5人のうち果たして誰でしょうか。さあ重量コンビが、重量コンビがジャイアントババ、そしてハンセンは秋山だ、2人がかりでヘッドバットを打っていきます。ブッチャー、そしてキマラ。さあそしてニュートラルコーナーでは秋山が、おっとハンセンが秋山をホイップ、そしてラリアット、これはひとたまりもない、秋山純ここで退場。ブッチャーかキマラか、あるいはジャイアント馬場かスタンハンセンか、リング上4人が残っています。重量コンビスタンハンセンを場外に叩き落としました。さあジャイアント馬場孤立無援、2対1ジャイアント馬場危ない、おっと地獄突きが出ました。そして
ヒマラの160キロ爆弾。カウントは入っておりません。危ない。毒針エルボー。カウント3。アブドーラザブッチャーがジャイアントババからカウント3奪いまして、これでババも消えました。さあそして3人の選手が残りました。スタン・ハンセン、アブドーラザ・ブッチャー、そしてジャイアント・キマラです。場内からはハンセンコール、大きなハンセンコール。左アット、カウンターが入った。キマラが消えた。さあリング上1対1、ハンセンかブッチャーか、ハンセンかブッチャーか。場内の声援は圧倒的にスタン・ハンセン。100万円を手にするのはさあ、馬場がここでハンセンをアシストしました。カウント3、スタン・ハンセン優勝。ビッグなお年玉100万円を手にしましたスタン・ハンセン。勝負タイムは8分50秒。ジャイアント馬場、スタン・ハンセン、昨年の最強タッグ出場メンバーでもがっちり握手を交わしました。94新春ジャイアントシダーズのヘビー級バトルロイヤルはスタン・ハンセンがバトルロイヤル初優勝を飾っています。以上しました。スタン・ハンセン選手に優勝に100万円のご礼でございます。スタン・ハンセン選手に今優勝賞金100万円が渡されました。